サピックス6年生2月の学習のポイント、算数です。サピックス6年生の算数2月なんですけれども、まずは数の性質、そして平面図け、そして割合の位置を学習するんですよね。いずれも5年生、4年生の時に比べるとぐっとね、1回で扱う問題とか、それから種類。 が多いんですよね。今までのことはもう習ってるから分かってるよねっていうことを前提に、例えば基本から中級レベルのいろんな問題のパターンっていうのをもう一遍整理をし直すと、理解を深めていくと、こういった目的で教科書、テキストが編集,編集されています。ですから、それを念頭にね、やはりわからないままになって放置するものがどんどん多くならないように、 っていうことを心がけていただきたいんですよね。例えば平面図形の単元だと、例えば転がり移動であるとか、牛が紐で繋がれて動ける範囲、こういうのがありますよね。いろんなものが出てきます。で、これはしっかり分かってて、これはちょっと不安っていうのをね、ぜひ、僕らがね、普段よくお勧めしている丸三角×っていうのを印をつけて、これは OK 丸。これはちょっと不安三角。で、これはちょっと今無理っていうツこれに分けて、とにかく三角をね、 今の段階では、6年生前半にしっかりと身につけておく。ということを心がけてね、一周一周大事にしていっていただきたいと思うんですよね。6年生のスタート、もう受験が始まっているっていう感覚でね、頑張っていただければと思います。サピックス6年生、2月の学習のポイント、国語です。 さあ、サピックスの6年生の2月の国語なんですけれども、5年生の時にはね、B 事業っていうのが物語文中心だったのに対して、6年生になるとね、若干随筆文であるとか論説文、こういったものが増えていきます。随筆文、論説文、5年生でもやってると思うんですけれども、とにかく読み方、技術が必要ですよね。筆者の考えがどこに書かれてて、事実がどこなのか。 こういった文って事実、筆者の経験、こういったことを元にして筆者がどう考えているのか、これが結論になると、こういった文の組み立てになってますよね。この読み方、読み分けがきっちりできているか、これがね、5年生の時にはまだこの技術がついていないっていう自覚のあるお子さん、親御さんはしっかりね、この6年生の前半に、この、 各文章のね、文章ごとの読み分け、物語文であれば、例えば情景に合わせて心情が描かれているっていうふうに読み取れているか、こういったね、えー、読み方というのをしっかり技術を身につけているのか、一つ一つね、繰り返し出てきますから、この6年生前半で覚えてなかったもの、身についてなかったものを拾い上げていく、こういった丁寧な学習をね、心がけていただければいいと思います。サピックス6年生、2月の学習のポイント、理科です。 サピックス6年生の2月の理科なんですけれども、まず第1回、期待と水溶液を扱います。第2回から植物なんですけれども、第2回はね、呼吸と、そして発芽。第3回は、光合成蒸散を扱うんですよね。第1回の期待と水溶液がセットになっているところから見てわかるように、1回で扱う内容っていうのがぐんと大きく濃くなってるんですよね。ですから、4年生、5年生の時よりもだいぶ1回の授業の内容が密度が濃いっていうことをね、前提に授業に出かけていくと。つまり、抜け漏れないようにっていうことを意識しながら、 だからね、授業でできる限りものにするっていうことを一回一回ね、えー、心に刻みながら言っていただきたいと思います。で、第2回、第3巻の植物なんですけれども、例えば、呂さ この実験問題は必ず表を書いて解くっていうふうに習いますよね。そして、光合成の問題、そして、発芽の問題、こういったものも、条件をね、しっかり書き出して、見やすく整理してから解くと。結局、整理せずに、問題文に一回一回返って、えっと、A の実験はどうだっけってやってると、間違えやすいし、そして手間もかかる。結局、時間もかかる。最初に、ちょっと時間をかけて整理した方が早い。正確なんですよね。このことを、5年生でね、まだちょっと確実にできてないっていう方は、ぜひ、この2回でね、 身につけ切っていただきたいと思いますサピックス6年生2月の学習のポイント社会ですサピックスの6年生の社会なんですけれどもまず2月3月春季講習までですよねこの2ヶ月間で5年生の時に何ヶ月かかけてやった社会の歴史これを古代から現代まで全部やっちゃうんですよね とりあえず2月の間にもう古代から室町時代ぐらいまで行っちゃうんですよね。かなり速いスピード授業が進んでいくということを前提にね、5年生の時歴史どうだったかっていうので随分勉強の仕方が変わってきますよね。歴史得意だっていう方はもうそのままね、 この速いスピードに乗ってどんどん復習をしていってもらえばいいし、ちょっとイマイチだったっていう方は、例えば動画なんかでね、え、YouTube の動画なんかを併用しながら理解を深めてから授業を受ける。授業を受けた後もそういったものを見て、そして宿題にかかる。こういうね、何か補助になるものっていうのを探す。こういったこともいいと思うんですよね。とにかく、社会、歴史っていうのをどんどんやるんですけれども、ここでね、 地理を全くやらないっていことが続いてしまうと、5年生もね、前半で地理が終わってから、5年生と後半歴史ばっかりやってて、組み分けテストで地理が出てつまずいたっていうお子さんも多いと思います。ですので、6年生前半もね、苦しいんですけれども、地理をちょっとだけでも思い出す、復習する時間を週にね、30分でも1時間でも取る。こういったことができればね、後半の入試対策にどんどんつながっていきますから、ぜひね、ちょっと苦しいんですけれども、頑張って回すっていうことを心がけていただければと思います。